なんですけど、旅の話ばかり聞いてて、あの本題のね、あのクリエイティブ活動の方をね、の話も聞こうかなとは思ってるんですけど、それなんか始まる前にちょっと聞いちゃってたんで、どう飛び出していいのか分かんないですけど、今お仕事はデザイン、今お仕事では、まあ、事務用品のメーカーの方に勤めていまして、そちらで、まあ、メインは椅子とか机などの家具をやっているんですけれど、まあ、事務用品がメインなんで、それ以外の、まあ、鉛筆削りだったりテープカッターだったりペンケースだったり、まあ、ファイルだったり、まあ、それを持ち歩くためのなんかちっちゃいバックインバックだったりっていうのを幅広く、まあ、今は入って1年目の立場なんで好きにやっていいっていうふうに言われて楽しく過ごしています。楽しいのとちょっと辛いのと、はい、もあります、ね、どうですか、やっぱあの学校でやってたことと、はい、実際社会に出て、まあまあやってることは近いけども、うん、どうですかね、違いみたいな。やっぱり思うのは、その学生の頃って全然その自分が作るものとかに対して、まあ対価が支払えなくてもビジネスに最悪ならなくてもいいので、本当に自分がこう思ったからこういうのを作ってみた、どうですかっていう、それが面白かったり、まあ誰かの心に残ったりすれば、まあ学校の中で言えばまあ評価は良かったんですけど、やっぱりその社会出てみると、みんなからすごいねって言われて終わりじゃ、もう終わりなんですよ。そうね、お金を稼げないと、もう次作品作ることもできないし、生活することもできない。だから学生の頃と会社に入ってから一気に違った、やっぱ自分が作るものに対してちゃんとお金が発生する責任のあるものを作らなきゃいけなくなったっていうのが大きな変化ですね。そのなんかお金の発生する責任っていうのはどういうことをなんか具体的には考えられるのか。やっぱり売れるものを作らないといけないっていう第一に。で、売れるものを作るってなると、やっぱり一番よくやるのが、まあ今世の中でこういうものが流行っている、売れている、じゃあやっぱりそれに近いものを考えて、まあ今実際商品でも同じようなものがずらっとあるじゃないですか。ああいったものの一個を作るであるっていうのが多いですね。新しくその学生の頃のように自分で考えていたデザインをやってみてって言っても、それが本当に売れるのかどうかっていうのを言われたら、まだ入って1年目だし、そういう学生気分じゃダメだよっていうふうに言われたり、そういう厳しい意見をいろいろ言われて、ああまた違うんだなっていう。しかも自分が好きなやったことを今度は会社が負担してるわけじゃないですか。そうなると、あ、これもなんか申し訳ないなって思う反面もあるので、売れるってなんだっていう。なるほどね、売れるってなんだだよね、本当にね。そうだよな、売れるもの、そうだね、確かに これはでも多分すごいすごいいい発想だよね、うん、私今思った、売れてるものに近いものっていうね、あ、そうだよなと思う、流行ってるものっていうね。で、例えば売れてるものっていうと、うん、僕とかみたいに、美大を卒業して、こうやって創作活動をやって、その、こういうものがあったらいいんじゃないのかってやってきてるので、デザインを良くすれば売れるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思いがちだったんですけど、会社入ってから見るとデザインって一個の手法でしかなくて、デザインが良ければ売れるってことじゃ全くないんですね。やっぱり世の中の人の大半は、まあ安くて丈夫で、まあそれなりの期間使えればそれでいいっていうのが大きくって、いくらデザインが良くても、それが今売ってる商品の100円で買えるのが300円で売ってたら買うかって言ったら、いや100円のでいいかなみたいな。ああそうね、そうね、あと理解できるできないって大きいよね。良くても、はい、理解できないもの、あと2年経てば理解できるんだろうけど、ちょっとただほら作ってる方として見ると勉強してるから当然理解できてるわけだけど、なんかタトゥーでもそうじゃん、これいいんだけどもちょっと抑えた方がお客さんには受けがいいとか、そうだね、そうだね、そういうのはあるよ ね。だそれこそどうなんだろうね、はい、逆に言うと、あのよく東急ハンズとかでさ、説明しながら包丁とかで
売ってんじゃん、はい、ああいうのが必要な商品なのか、それとも必要じゃなくても売れる商品なのかってことだよね。でも今どっちかっていうと、なんかこの間のちょっとまあいいのかどうか言っていいのかどうかわかんないけど、あのエンブレム問題もあるけど、いや私あそこまでデザインについてこう説明があるっていうのもなんか珍しいなと思ったよね。だからこの黒はなんとかかんとかでとかって、で今回なんか市松柄のもさ、なんかああだのこうだのあったわけじゃん。まあそれが必要な世の中ではあるんだなみたいなね。アカウンティングですね。あ、そう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 。でそうなってくると若い頃にね、うん、なんかやっぱ仕事でじゃあそのデザインとか何かを作るっていう人に今求められているのが、うん、その説明力みたいなのは必要だよね、すごくね。そうですね。一番苦手分野だと思うんですよ、クリエイティブ活動してる人とかね。はい。でもやっぱそれはすごい求められてるよね。求められてますし、うんうん、やっぱりその昔よりも美術の教育自体少なくなってるじゃないですか。それにもう実物を見なくてもネットで見たら、うん、あこういうのがあるんだっていう風に、まあ、何にも見たことも触ったこともないのに、なんか知ったような気になってるっていう風になっているので、やっぱりそういう面ではもうこの商品がいかにいいのかっていうのを一から説明してあげないとやっぱり伝わらないのかなっていう。プレゼンテーション能力みたいなのはね、なんかそれっていうのは本当にあのクリエイティブの世界で一番の究極の話、農作物とかね、うんうんうん、そうだね、なんとか農場のなんとかさんが作りましたみたいなね、こういう風な肥料にしたら失敗して、うんうんそうだね、これにしても失敗して、この時に偶然生まれたなとか、うん、いやストーリー、うん、そうだね、すごい結構あるよね、うんうん、でもそのストーリーを言ったからとして、うん、それで売れるかどうかって言われてもまた難しいんですよね、うんうん、そうだね、そうだね、うんそうだね。それでまあそこにいる人は、はい、うんうんってなったとしても、実際売れなかったらあの買う人はうんうんって言ってなかったんだみたいなね。ただ逆に言うと今ストーリーを、前は作ってストーリーを言うとその場にいる人たちにしか言えなかったのが、うんはい、今いろんな Facebook だとか SNN 使ってストーリーをいろんな人に話をすることができるようになってる、ね、それはあるかも。極端に言うとあのそのところについてのバーコードのところをピッとやると、うん、そのデータがいろいろ出てくるね、うんはいはいはい、お肉だとしてもね、うんうん、そういった形で説明を拡散しやすくなってる世の中ではあるよね。確かにね、確かにな、ケッと思うけどね。考えるのは感じろだからね。逆に言うと工業デザインって、工業デザインっていうか、うん、彼のやってるデザインの分野は要は作ったものが全てが、ああそうだよね、そう残ってる唯一ではあるような気がするよね、うんうん、そう思う、そうです、うん、そこはなんか嗜好品というよりもね、そう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 、面白そうだなって思う、うん、一番なんかそうさっき言ってた、まあその会社のその上司なり何なりに自分の意見を通すためのプレゼンテーションは必要だけど、うんうん、実際こう出た時に売れる売れないっていうのが、要はあまり説明書きがないみたいな、うんまあ、もちろん消せるボールペンとかよくあるけども、それだけじゃん、意外と少ないと思うよね、そういう風に楽しめるところっていうのは、うん、分かりやすいよね、工業デザインの人とか作るものってね、いや、 やっぱり分かりやすくないと、うん、そうね、伝わらない、そうだよね、その分かりやすさはやっぱすごいなって、たまにあるけど、なんだこれっていう風な、ブルーとかね、うん、何に使うんだっていう、ある、ね、綾波ブルーとかでしょ。知ってる綾波ブルーって。はっと思ったもん。ああいうのちょっとよく分かるけども、でもまあそうだよな、結構ドストレートなデザインではあるよね、はい、ジャンル的にね、いっぱいある中で、そこ楽しそうだなと思う。やりがいはある、そこに。やりがいはあります。それに今やっぱりそういう分かりやすいシンプルなものが、うん、まあ無印良品が受けてるじゃないですか。そうだね。そういったなんか分かりやすくてシンプルなものっていうのが今もてはやされてるので、うん、あ、なるほど。
やっぱりそれは売れてる商品をたどっていくみたいな感じになるんですけど、その中で自分の独自性が出せるものを考えたらいいなっていう。自分の強みはどれ、何、強みはここだけは負けませんみたいな。なんか考えるときにまず先にこれを、最初から最後までこれを思って作ってるみたいな。それはやっぱり、まあ、売れるとかそういうんじゃなくって、うん、自分が欲しいものを作りたいっていうのが一番の芯にありますね。その、まあ、100人に売れれば、うんうん、まあ、その商品は大ヒットなんかもしれないですけど、うんうん、いきなり100人の人にこれどうですか、これどうですかって見てもらって、うんうん、そのまま買ってもらえなかったら無理なんですけど、うんうん、まあ、自分の友達家族だったりにこれを買ってもらえませんかって、まあ、同情か何か買ってもらうと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱそういうのって全然なんかもう本心じゃないじゃないですか。だから本心でこれ買いたいっていう人を一人で立てたいなと思った時に、それはまず自分がそうでなきゃダメだなって、自分が作ったものを自分がお金出して買いますよってぐらいのものを作らないといけないなっていうのは常に思ってます。自分が欲しいと思って作ったものが人も欲しかったんだって思うとテンション上がるみたいな。上がりますよね。わかるそれ、はい、それはわかる、うん、でそこはやっぱでも確かに重要だよな、うん、そうだよね。自分が作りたいものとかが結局受け入れられるっていうのが、要は自分の感性が認められるってことだもんね。ですね、ね、うん、そう思うよな。目指すはそこではあるよね。はい。でもだから自分の感性自体がどんどん変化はしていくと思うんだよね。確かにそうですね、ね、うん、このほらこういうことを考えていると自分の感性の中にその売れているものとか売れるものっていうのも自分の感性の中に入っていくじゃん、うん、ね、それはやっぱ感性を磨く上でやっぱ社会に出て今すごいいい時期なんだろうね。そうです ね、やっぱりあこういうのがどういう理由で流行ってるんだっていうのがやっぱりよく分かりますね。自分もその同じ棚だったり同じそのお店内で売るって考えた時にライバルになるので、あこれがどういう理由があって受けてるっていうのがやっぱり分からないとこっちも対抗しようがないので。なんかさ今まで全然欲しくなかったのに、はい、なんか最近すげえ欲しいみたいなのとかって出てくる。あでもそれはなんだろう、なんかちっちゃい頃から今になってみると欲しくなるみたいな好みの変わり方と似てると思うんですよね。例えば昔はなんか いっぱいポケットがついたなんかズボンが好きだったんだけど、今ではなんか何もポケットがついてない無地のやつがいいみたいな、そういったなんか好みの変化はありますね。はい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 、なるほどね。あそれはいいよね。ほんとなんか仕事で逆なんか俺よくさ好きなことを仕事にするのと、うん、と、まあ、いいなっていう人もいるし、はい、なんかいやそれは大変だよっていう人もいるが、うん、どっちですか？僕は楽しいです。楽しい、はい、うんうんうん、そあれメリットはメリットその楽しいって思える良かったなって思えることを教えてください。やっぱりその自分が考えてることを僕は立体にして実際に世の中にこういうふうに存在するものとして提案できるので、それがやっぱり自由にできるっていう、でそれを作ってくれるまあ自分をバックアップしていく会社があるっていうふうに考えるとすごく恵まれてるなって思いますね。一人だとできないことももうバックアップがバックアップしてくれるし、他の働いてたちが意見をくれたりするし、もしそれを本当に作ろうってなったらお金を出してくれる会社がいるしで、それが楽しいね。まあそうだよね。じゃあそうだよな、いいな、確かにな、ね、なんかこう会社でやってることとは別に、はい、自分でもなんかこう他にやりたいなみたいな、やりたいな、あでもそうだよねと思っちゃうよね。私もどっちかっていうとまあ仕事にしてみるべきだと思うんですよ。うん、なんか